はい、じゃあ大変です。はい、こんなん買ってきました。なんかドラゴンの置物です。はい、で細かいやつが、ドラゴンボールのキャラクターですけど、主役がいません。孫悟空がいませんね。はい、こんな感じで、あとは、トーマスの、バスですね、トミカ、はい、700円。あと本業のこれですね、トミックスの、スハネフの15です。で、なんかテールライトのプリズムみたいのが外れてケースに一緒に入ってると。あとはこれはあれですかね、ダミーの連結器とかジャンパー線の部分ですかね、この台車かな。はい、こんなのが入ってですね。値段がね、2100円、中古なのにね、現状あれ、これなんでこんな無線のアンテナみたいなのがついてんの。無線のアンテナじゃなくて、これはあれかな、排気ガスが出るとこなんだろうか。ポチッとこう出てるよね。はい、14K の15型を買うのは初めてです。最近の製品なんだろうか。この最近見かけるのがね、北斗星っていうかね、折り戸じゃなくって引き戸になってるね、ドアの部分がね、そのブルートレインばっかしか見たことないですね。はい、こんな感じです。はい、ありがとうございました。